さあ、今日は二人ですね。ああ、お招きありがとう。ああ、いいんです、いいんです。田辺さんが、坂よりさんの憧れてたあれだよって。はい、あれですね。憧れてたあれです。あれだよって。何でしょう。なんだろう。なんだろう。私の憧れ？ちょっとごめん、これ嘘つけないからさ、一発で当てちゃうんだけどいい？オーベルジーヌ。正解！あー！ありがとう。やったー。オーベルジーヌはね、ぼる塾の別の動画で3人がね、ケータリングで食べてるの、憧れなんだよね。これです。これ3でやったら最悪だよ。泣いちゃう。泣いちゃうよ。こじこじの。泣いちゃうだよ。やばいよ。さ、田辺さんから。あ、こっちもあるんですね。うん。嬉しいね。憧れの。いいですか。スプーンとバター。いやー、これね、楽屋にあったらテンション上がるよ。ほら見て、頭この見て。すごーい。持って帰りたいとか、ね。いや、持って帰った方がいいよ、ほんと。記念にこれ。記念に。こちらですね。あ、で、このね、うん、漬物、これね、いつも、弁当についてくるんだけど、多分ね、テイクアウトない、ほら、ない。だから頼んどいた、これは。すごい。やっぱこれが、これはないと。うん、でも、1個で量多いから、1個でね。そう、楽屋弁当でオーベルジーヌがあると、すごいみんなテンション上がるっていう噂だけ聞いて。いや、上がるわ、今日オーベルジーヌだって、やっぱ思うね。これだよ。いや、で、ベタっていうかよくあるのはチキンとエビと、うん、がビーフ、うん、が多いね。ああ、カレー屋さんの結構王道のやつだよ、うん。ただ今回は季節限定の私たち。ね、初なんだけどちょっと季節限定。うん、ベーコンとキノコ。ベーコンとキノコ。するから、うわ、キノコたっぷりだ。やっぱ秋だからね。ね、秋といえばキノコ。あ、本当に水を入れてよね。カレーといえば、水だよね。うん。すいません。私も、初オーベルジーヌだから、田辺さんに、辛さも中辛の方が楽しめるって聞いたからさ。いや、そうなんだよ。うん、いやー。はい。でもこれ、ハードルが高いものではないんですよ。あ、ハードル、なんていうの。いや、そんな構えた店舗、四ツ谷とか三田とかにあるけど、うん、まあ、そこまで行けば食べれるはするんだけどね。あれで、ケータリングじゃなく、専門じゃなくて、お店あるんだよね。うん。あれ、なんだっけ、うん。あと、カレーフェスなんていうのが、やっぱデパートで、あるね。あるから、そこに来てて、うん、前回も伊勢丹に来ててさ。伊勢丹にオーベルジーヌ来てて、やっぱめっちゃ並んでたよ。うん、あ、ご飯にチーズかかってる。いや、そうなんだよ。あとお芋が。そう。いやこれじゃ半分。ありがとう。お漬物パクチー。いや、なんかシソの実みたいな。シソの実、あ、本当だ。そう、まあ、これ。ちょっとこれ面白いから。ちょっと。あ、これね。ああ面白い、うん、これがついてる福神漬けとラッキョもあったりするけどね、うん、これ、うん、これじゃあ先にちょっと美味しいよ。いや美味しそう。うわーい、はい、いやぜひね食べていただきたい。ありがとうございます。田辺さんはオーベルジーヌそうケータリングじゃなくても食べれるよってね、うん、教えてくれて。いやでも最初にこれをここに行くのはね、うん、だってこれ普段食べられないよ。そうだよね、だってこれ期間限定のなんだもん、ね、うん、そうだよ。でもなんかすごい人気だったらしいから、うん、だってめっちゃ気になるもん、ベーコンとキノコって。いや、まあ、あんた食べな、せっかくいただきます。
最初カレーかな、やっぱこれ。いや、そうだよ。え、こうやって田中さんどうやって食べる派？カレーこっちに入れる？それともカレーに浸す？え、私はカレーをこっちに入れる。あ、私ね、え、じゃあそっちで行ってみようかな。いや、どうでもいいよ、田中さん。そっちで行ってみよう。実はですね、開けていただきます。わーい、いただきます。うん、おいしい。いや、おいしいよ、おいしい、すごいよね。うん、これはおいしい。これはね、うん、あ、ほどうぞ、ただで。あ、いや、あ、いいよ、あんたから言って。うん、これはテンションが上がるカレーだ。いや、そうなの、うん、すごいよね、すごい。いや、しかもベーコン、うわ、ベーコンやば。え、びっくりしたんだけど。あ、ベーコンでかっ。あ、すごい。ちょっと私の方がより高めのが近いからあれかも。すごい。いや、分厚い。想像してたベーコンじゃない。これすごいね。想像してたベーコンじゃないよ、うん、本当に。同じこと2回言っちゃったけど。大事なことは2回言ったもんね。え、すごくない？すごい、ベーコン分厚いよ、こっちも。すごい。いやー、これね、ほら。ねえ。いやー、すごいよ、家で。まあ、家で食べれるわ。すごいよ。うん。うまい。おいしい。うん。うん。おいしい。まろやかさとか甘みの奥にさ、辛みあるよね、うん、最初は 甘い感じだと思ったけど、後から辛さくる。そう、結構しっかり辛さくる、うん、この漬物うまっ。うん、いやー、うまいね。うまい。いやー、これ楽屋にあったらめっちゃ嬉しい。うん、うん、だから今日さ、うん、もうオーベルジーヌって決めてたから、うん、実はね、うん、一昨日、うん、仕事で、うん、オーベルジーヌだったの。オーベルジーヌの前にオーベルジーヌ。そう、え、こんなことあるって。そんなしょっちゅう出会えるわけじゃないから、オーベルジーヌも。うん、12日食べんのに、こんなオーベルジーヌりんちゃんってって、うん、いいのって思ってたんだけど、うん、で一旦持って帰ってたの、うん、で家帰って食べようかなって思って、うん、でもなーって思ってさ、うん、マネージャーさんにさ、うん、食べますかって言って、うん、いいんですかって言ったから、いいですよって。私は生春巻きを食べるんで。田辺さんの、田辺さんといえばもう生春巻き。ドラえもん、ドラえき田辺さん、生春巻き、ね、いや、そう、ほんと、ほんとそうだよ。生春巻き食べるんで、うん、食べてくださいって言って、うん、私は食べたんだ、うん、オーベルジーヌ、うん、まあでもその今日オーベルジーヌっていうのもあったけど、うん、なんだったら昨日も、うん、ちょっとランチがね、あのラビットメンバーで、うん、ああ、今 X か。X で、はるちゃんとかみんなね。そう。出た。で、お昼が、うん。焼肉だったから。うん、うん。いやー、明日焼肉で、うん、夜、その前日に、うん、いいのかと。うんうんうん。あ、焼肉前にオーベルジーヌっていう、いいもん食べちゃっていいのかしらっての。うん。焼肉にちゃんと胃袋合わせてったんだ。合わせてった。せっかくだったらね。そうで、仕事もちょっと遅かったから、うん、家帰ってきて9時10時に、うん、オーベルジーヌはなんかダメな気がして、うん、いや、いいんだけど、うん、朝焼肉だからでしょ。うん、そう。明日が焼肉じゃなくてそばとかだったら行ってたよ、うん、行ってた。うん、だけど調整したから、だから今ね、うん、嬉しいよ。いや、最初あげちゃおうかなとか迷ったんだよ、うん、持って帰ってんだからね。あ、うん、確かに。田辺さん、オーベルジーヌ楽屋にある時とかさ、
チキンとかエビとかだったら何が好きなの？うわ、チキン。なんかさ、私がさ、カレー屋で迷っちゃうのがさ、多分なんとなくさ、お店のカレーってチキンが一番さ、うん、なんていうの、何スタンダード、うん、なのかなって思って、チキンを一番最初行くべきなのかなと思いつつさ、いや、アンディもチキンかエビかみたいなこと言ってたな。うん、いや、迷うよ。うん。なんだったらさ、大人になるとさ、なんか、私、なんか大人になってからさ、ポークカレーもなんか好きになってそう。いや、そう、わかる。なんか、うちはずっと、うん。うんカレーがビーフだったの。うんうん。なんかもうカレーイコールビーフのだったのよ。のそう。でもなんか牛肉なんとなく、うん、なんか違うんじゃないかと思うように他のカレー食べてないけど子供の時ね、うん。なんとなく牛だけいらないなって。ああカレーの中で、うん、牛より他の具材の方がうまいなって思ったけど。うんってなって、うんうん、でも子どもの頃何がビーフ、うん、チキンポークよく分かってなくて、うん、でもなんか小学校のカレーなんかうちの肉となんか違うと思って、あ小学校ってポークだよね。ポーク、うん、で、うん、そっちの方がいいって、うん、言ったの。そしたら親もさ、なんかそれだったら。うん、それだったらというか家計的にもね、そうだよね。あ、ないです。牛肉高いよね。高いよね。高い。そう。おいそれと食べられないんだけど。いや、そうなんだよ。うん、そう。で、ポークの方がいいって言って、そこからポークになってきて、うん、でも年々年とともにというか、なんとなく野菜カレーが結局、うん、そう。野菜カレーってさ、食感が変わるじゃん。そう。そう。で、ナスとかさ。そう、ナスとかブロッコリーとかさ。そう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 。そっちがうまいってなってきて、うん、だんだん本当にもう肉も入れなくなって。うんうん。もううちの実家のカレーは、うん、ナスと舞茸になってる。うん、あ、まあ。そう、なんか。意外とさ、舞茸合うよね、カレー。舞茸合う。ここにも入ってるけど。うん。あとあれ、なんだっけ。そう、あとナスがさ、うまいよね。そう、ナスがうますぎて。絶対入れちゃうんだけど、私も。わかる。実家のカレー最初入ってなかったな、ナス。いや、そうよね。で、多分、グリーンカレーとか、うん、なんか外のお店でカレー食べて、ナスめっちゃ美味しいって。うん。確かに家カレーって結構出るもんね、違い。うん。この緑の漬物もなんかうまくない？うまい。めちゃくちゃこのカレーと合う。うん。うん。いや、すごいよ。すごいよ、この。なんか最初、王道に、うぅえすごい大きいベーコン。いや、すごいよね、これ。すごーい。なんてか、ベーコンとキノコのカレーって美味しいな。ね、家でも、うん、これはすごいカレー、うんうん、カレー大好きなんだけどいや、うますぎよ、うん、いやあれなんだっけ、うん、何落としたんだっけ、うん、あ、忘れたな。今も芋にバター乗せること考えてたら忘れちゃった。うん。じゃあ芋にバター乗せること。なんだっけ。あ、オーベルジーヌを、うん、が出た時は、うん、私はもうどんなにお腹が空いていても、うん、ちょっと持って帰ってきちゃう。その場で食べずに。あ、味わって食べたいから。うん。あと温めたい。ああ。最高の。うん。いや、オーベルジーヌのカレーは冷めてもうまいんだよ。うん。
だけど、うん、やっぱり、うん、温かさにはね、うん、だからもう絶対温めて。いやなんか田辺さん映ってないのが残念なぐらいめちゃくちゃバターを塗る手つきが、いやそうなんだよ、素敵ね、映ってないのが残念、でもこれも難しい。そうなんだよ、うん、うまいでしょ、うまかった。これはもうキャンプでさ、あの火のコーヒーの晩とかをしてる人がさ、うん、大切な話をしてくれてるみたいな感じだったよ。ねえ、いや本当そうだよ。オーベルジーヌのカレーは絶対に持ち帰って食べる、うん、いやだからまあ、最初のボルジュクがオーベルジーヌ食べた時にさ、うん、バターをね、うん、この余ったバターをカレーに入れるって、うん、確かアンディが言ったんだよ。あれ天才的だったね、うん、バターをバターをカレーに、エコ、うん、うん、アニタのカレーも美味しいよね、うん、あれは多分お母さんからのおうちカレーなんだよね、うん、うまいよね、うまい、多分さ4人ともさボルジュクでさ、うん、カレー作ったらさ全然違うかもしれないね。確かに、うん、どんな感じなんだろうみんな。うわそれ持ち寄りカレーパーティー、カレーパーティー。田辺さん自分がカレー作るとしたらルー何使う？いや最近カレー作ってないからな。何使うの？実家なんだった。いやいろんなの混ぜてた気がするんだよね。2種類ぐらいを。確かに。何だったかな。今もうない熟カレーはよく食べてたけど。うんうん、あるあると。うん。あとでも子供の頃ジャワカレーだったの。あ、ジャワカレー。だから、ね、だからさジャワカレーさめっちゃ辛いじゃん。うん。うん辛い。めっちゃ辛いよね。辛い。だからカレーってもうこんな辛いもんなんだと思って。あじゃあ本当にあれだね、あの給食のカレーって甘めがあるから真逆というかさ、本格的なカレーだったのかもね。うん、あでもうちのお母さん辛いの嫌いなんだよ。なんで辛くしてんの？いやだからわかんないの、なんでか知んないけどうちのお母さんのなんでさっぱりわかんない。めっちゃ辛かった。あれなのかな。あの田辺さんのお母さんもどこかでそのジャワカレーを受け継いだのかな、うん、だからもうずっとってやって食べてたからカレーはそういうもんだと思ってた。辛さ、辛いもの、うん、だからびっくりした、うん、学校のカレー食べた時あれ、うん、うちのと全然違うって、うん、カレーでさまだあのカレーの話しちゃうんだけどさ、うん、あの言いたかったの私ね、いつもね、うん、あのカレーの肉ね絶対この食べ方間違ってんだけどさ、うん、あのもったいなくていつも最後まで肉取っちゃうのよ。え田辺さんバランスよく食べれる？バランスよくめっちゃ食べてる。えらい。最後に逆に肉が押し寄せてくるの嫌だな。あー私なんか最後うわ肉がってなるのが好きで。えー、うん、私はもう最初から、うん、なんだったら最初の1回目でもういっちゃうね。肉？うん、個数に合わせてだね。ああ、え好きなものさ全然最後に取っとくとかない？いやそれは最後に取っとく。あれ取っとく、うん絶対に、うん、でもさお腹空いてる、私もそうなんだけどさお腹空いてる時に食べたら絶対美味しいよね。うんとは思うんだよ。わかる。なんでなんだろう。だから最近はいや取っとくんだけど、うん、本当の本当の最後まで取っとかなくなったかもしれない。あ、最後の方の中盤ラストぐらい、うん、最後はなんか最近さっぱり終わらせる傾向にあるね。あ大人になってね。うん、うまっ。うん、いやうまいね。うんベーコンうまっ。今やっとベーコンに手を出し始めて。え？このベーコンうますぎない？うますぎる。私なんてもう、うん、食べ終わった食べ終わったはないけどベーコンのうん。うわ最後、うん、カレーに芋を入れよう。あ芋が泳ぐ。うわ
もう泳いでるよ。もう泳いでるよ。泳いでるよ。うん。馬が泳ぐ。一条ゆかりの漫画、うん、一斉漫画で一条ゆかりの作るカレーめちゃめちゃ美味しいって書いてあった。作り方書いてあった。あら、うん、やっぱスパイス多いのかな。なんかワインとか、いや、あのカレーのグリーンカレー、タイカレーの素とか使ってて、うん、うん、ルシャの作るカレーってどんなカレーなんだろうって思った。確かに気になるよね、うん、気になるね。ハルちゃんのカレーめっちゃ気になる。何入れんだ。私だったら豚かな、うん、豚入れる。うん、でももう一人暮らしだからカレー作んなくなったね。ああ、一回カレー作っちゃうとずっとカレーになっちゃうもんね。うん。それはあるかもしれない。もう食べたいと思ってももう買ってる。うん。神保町にうまいカレー屋もいっぱいあるし。確かに神保町にいたらもうカレーには困んないもんね。うん。いや、そうなんだよ。作ったところで、うん、あの時間と、一個一個野菜も剥いて切って煮て、うん、炒めて煮て、いや無理無理無理、絶対無理。カレーが簡単とされてるけど、いや全然カレーでいいよって間違ってると思う。いやそう間違ってる。めちゃめちゃカレーめんどくさいよ。わかる、うん、何々でいいよってさ、マジダメだよね。うん、わかるわ。もう何々でいいよはもうね、あの今日作んなくていいよだけ。いやほんとそう、ほんとそうだよね。ほんとそう、わかる。何々でいいよってほんと腹立つわ。言われたことはないけど言われた、はい、言われたことはないか、うん、腹立つよね。いやもう絶対腹立つよ、うん、漫画とかでよくあるじゃんね。あれ、なんだそれやと思う、うん、カレーはほんとね、あの皮むくのがものすごく、いやめんどくさいよ。めんどくさいじゃん。カレーはね、あとなんかね、あの後片付けの鍋が、うん、コミについたのとか最悪だよね。そうで、食べない分はなんか冷凍したりとかね、うん、ごちそうさまでした、はい、早いよ。いやでも最近さ、あのしっかりなんか意識してるって言ってたじゃん。うん、でもカレーは無理だ、うん、水ある？あるあるある。あ、食べな、飲み物飲みそう。いや、ほんとすごいよ。いや、ちょっと水入れてこよう、はい、みたらしいなくなるの好きだよね。あ、そうそうそう。なんで田辺さんがいなくなったの。編集でさ、一瞬で帰ってくるとめっちゃ喜ぶの。なんで一瞬で帰ってきて、わーってすごいと思われてるのかな。すごい瞬間移動する。すごい、よかった。会った時に田辺さん瞬間移動していてさ、無理なんだけど、うん、いや、お腹いっぱいだね。うん、おいしい。あれピアス、あ、イヤリングいい、ね、イヤリング、イヤリング。そうそう、ちょっと今日は上のアブアブで、あ、アブアブで330円。あら、いいね。うん、田辺さんもピアスか。ピアス、ピアス。いや、グッチのピアスどこ行ったんだろうな。消えた。うん、家のはやんの捨てたから。え、あれアクセサリーボックスみたいなの作ってないの？その取ったときに。ああ、引っ越したときにここにって思ったんだけど。あ、じゃあこの、いや、そうしてたってことはこの家にはあるってことじゃない？でも見当たんないんだよね。うん、なんでもうバカだよ。
グッチの指輪はあるんだけど。あれだよね、グッチの指輪と一緒に買ってさ、指輪買いに行ったけど、ピアスの方が高かったやつだよね。悔しいよ。悔しい。いや、出てくるよ。いや、出てくるよね。絶対出てくる。ほんと、そういうの、別にいいしって思って出てくる。いや、そうよね。なんだったら田辺さんが多分ね、グッチで新しいピアス買ったら出てくる。いや、ほんとそう。いや、でももう、アクセサリー買うの怖いよ。なくしちゃう？うん。昔ね、私もだから全然アクセサリーつけなかったからさ、うん、今もね、なくすんじゃないかって思ってる。いや、なくすよ。なくす？うん。先輩？うん。先輩田辺さんが。そうなんだよ。今まででさ、なくして一番ショックだったものって何？いや、でもグッチのピアスだね。あ、それか。高かった。高かったよね。めっちゃ回ったね。バカだよ。なんだろう。なんかこういうさ、皿みたいなやつ。いや、そう、だからその、うん、そのさ、皿みたいなやつさ。うん。あるの？あるの？うん。これ。これ、アンディが買ってくれた。そこにいいじゃん。そう。もう見つけたら絶対入れる、これ。あ、かわいい。ハートのね。うん。これは買った。いいね、うん、見せる収納だ。そこらはね、アンディがくれて。うわぁ、アンディちゃん先生いい。いや、あとよ、他よ。うん。いや、悔しいね。うん。いや、悔しすぎるよ。うん、どっかにあるから、うん、まあ、いつかね、うん、探すよ。うん、大掃除とかしたら出てくるんだよ。うん、いや、そう、うん、いや、でもここ何日かずっと掃除してんだけどね、全然綺麗になんない。綺麗だよ。うん、今はね。そうか、私今は、本当はね、床も拭きたかったんだけど間に合わなかったね。綺麗よ。今はなんとか無事にね、ちょっと寒くなってきたね。うん、ああ、難しいよ。でも掃除さ、その、田辺さんの仕事さ、田辺さんと結構さ、朝早いの多いからさ、掃除する余裕あんまないよね。いや、そうね。うん、でもじゃあ一日あるからってやるのかって話。ああ。この間も一日暇な時あったけど、結局1時間やって終わりだし。うんうん、1時間やったらすごくない？いや、すごいよ。うん、で、洗面台もさ、毎日掃除すりゃ綺麗なのにさ、うん、まとめてやるから、とんでもない。洗面台はでも私も、結構、その、見逃しがちというか。髪の毛落ちたらさ、うん、すぐ拭き取りゃいいんだよ。ああ、ね、確かに。髪の毛をだけね、処理してるとね、結構楽なんだよね。いや、そうなんだよ。ほんとそう。うん、うん、私も、もうちょっとルー少ないけど、田辺さんの話。ああ、いいよ。やっぱりほら、ベーコンめっちゃ私最後取ってるの。ベーコンほぼ残ってるよ。やっぱなんか、嬉しいのよ。最後にいっぱいベーコンがある。だから私、他のカレーとか頼んでる時も、いつも、めちゃめちゃ最後に肉残ってるし、野菜カレーもあると、ブロッコリーが最後まで、ブロッコリー好きだから。いや、それはね、前から感じてたよ。前のうちらが、新宿西口のカレー屋さんの、うん、坂寄りさんが鶏皮カレーを頼むとき、大量の鶏皮が。そう、最後に最後、大量の鶏皮を食べるっていう私服のとき。うん。うん。絶対さ、途中で食べた方がいいんだろうなって思いながらも。いや、そうよね。うん。あ、そういえば、アンディが、英国店で、うん、坂寄りさんにはお土産買ってきてくれて、うん、ありがとう。スコーンやばいよね。だって英国って本場じゃん、スコーン、うん、やばい、うますぎて、まあ、それはどっちの動画が先に出るかは分かんないけど、うん、そのスコーンもね食べてます、私とアンディは。うん、すごかった、英国店。どうだった？すごかった。なんか
いやー、やっぱスコーンってさ、一見地味じゃん。うん。茶色いしかないし、茶色、白しかないしさ。素朴だよね、もう見た目が。そう、見た目も味もさ、至ってシンプルでさ、ね、だけどそこをさ、たちまちね、クロテッドクリームやジャムを乗せて、で、最高のお茶を用意するっていう、その込みで、セットで、もう素晴らしいのよ。アフタヌーンティー。そう。なんか、あんまりね、理解してもらえなくて、スコーンが。え、誰に？こう、スコーンが好きだと言っても、その、なんて言うんだろう。おすすめで言ったとしても、なんか、今更スコーンみたいな。あ、でも、おやつなのかパンなのかって思う人はいるかもね。うん。あれは、食事なのみたいな。いや、食事にしてもいいし、おやつでもいいしっていう感じよね。うん。でも、なんかそれがね、スコーン、やっぱすごかったの。やっぱ、トレンドに敏感な方々は、やっぱスコーン、すごい、うん、やっぱみんな並んでてさ。うん。いや、かれこれずっと私はスコーンスコーンって言ってるんだけど、うん、また、うん、来たなって感じはしてる。スコーン来た？うん。スコーンか。スコーンっていうのは私、あの吉永ふみ先生のさ、漫画でさ、うん、あの西洋、あれ、はいはいはい、あれでさ、スコーンにクロテッドクリーム塗るって初めて知ってた。わ、めっちゃ美味しそうって思って。うん、いや、いいよね、クロテッドクリームとさ。うん、あれ美味しいよね。そうなんだよね。スコーンに、なんかスコーンもさ、そのまま食べるのも美味しいんだけど、やっぱりクロテッドクリームとジャムはね、不可欠だなとも思うし。うん、ごちそうさまでした。完食です。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。カレーなのに最後スコーンの話。スコーンの話で。いやでも、スコーンもカレーもさ、あの、そんなに見た目は派手じゃないけど、ものすごく美味しいっていうところで一致してるからさ。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。